初代。どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回もね、バイオハザード初代やっていこうと思います。前回のパートの続きだね。クリス、無音で回るなせめて足音をくれ。なんで無音で回ってんだお前は。やっていきます。ここにあれだね、オイル入れるところあるね。だからちょっとオイル入れとこう。よし。じゃあ今回もやっていくぜ。今回は新しいマップみたいなところだね。あ、先行手榴弾。この新しいマップをまあ進んでいくわけなんだけど、こんな地べたに置くなって回復を。救急スプレーね、一応持ってくか。で、マグナムはね、ここぞという時に使いたいから、ハンドガンに切り替えて。じゃあ行きますか。またなんか広そうな感じなんだよな。じゃあ行きましょう。で、あとね、インクリボン本当に大切に使うわ。ここぞって時にしかセーブしない。やっていきます。さあ。はい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 。前回さ、ここ入ってきた。あ、なんか青色のハーブもあんね。ここら辺は調べられない感じか。オッケー。青色のハーブ取るか。いや、待てよ。こういうさ、実家に近い、あめっちゃある。なんかさ、たくさんあると別に取りたいと思わなくなるよね。なんか人間って不思議だよね。一個しかないと思ったらさ、欲しくなるけど、レア度ってやつなんだろうな、これが。こっちは開く？鍵かかっている。プレートに001と書かれている。ほう。今回は盾の鍵とか、鎧の鍵とか、そういうパターンじゃない。うわ、びっくりした。何ちょっ、怖っなんだよ。何に噛まれたの、今。いや、噛まれたっていうより、よく生きてんな、クリス。首絞められかけたけど。え、何今の。めっちゃびっくりしたんだけど。体ビクってなったんだけど。なんかあれだね。一人称視点のホラーゲームが一番怖いと思ったけど、こういうホラーゲーム怖いな。急に来るパターン来ないかな。役に立ちそうなものはない。気をつけろ、クリス。また首つかまれるからな。気をつけろ、ビビってる。クリス怖い、クリス怖い、怖い、怖い。なんかさ、なんか、もううなずかなくなったんだけど、クリスが。何その動き、くねくねすんな。お前特殊部隊だろ。なんかコメントで書かれてんだよな。ポキさんの操作するクリスはなんか可愛くて、アホっぽいって。おい、最悪だぞ、それ。新聞紙が散乱している。スターズについて書かれてる記事が目立つ。あ、これスターズ。クリスはスターズだもんね。メンバーだもんね。特殊部隊の話かな。さあ、気をつけろ。なんか書いてあるね。関係ないか。これかかっている。ギャラリーと書かれている。へぇー。あ、なんか光ってない？奥。カメラ通ってもったけど、あ、002番がある。あ、ここ開くんだ。まあ、順番に見ていこう。001が開かなかったんだよね。さあ、何が待って、狭い部屋だな、これ。あ、なんかまた読み物がありそう。お、プラント42のメモ。あの事故から4日後、ポイント42のプラント、別名42の命名、いや、英語で言わなくていいね、いちいち。の成長速度には目を見張るものがある。プラント42は他のプラントに比べ、T ウイルスの強い影響を受けており、もはや、宿主の植物が何であったのか想像することすら困難である。その形状に見合う生態は地球上のどこを探しても存在しない。もしかしてあの動いてた、さっき首絞められた植物のことか。プラント42の栄養源は2種類ある。一つは地下室まで達した根から得ている養分だ。現在地下エリアは事故があった直後、発狂した研究員が地下の大水槽を破壊したため、地下エリアは水浸しだ。そこに流出している何らかの薬品生物が、プラント42の急速な成長を、生育を促していることは、想像に難しくない。なるほどね。また、プラント42の一部は地下室からダクトを取り、1階の天井にまでその勢力を広げ、そこに球根状となってぶら下がっている。その球根から伸びている何本ものツルが、もう一つの養分の入手手段となっている。なるほど。なんか植物ってすごいよね。根を張らしてさ、なんか、キノコとかもさ、もう山全体レベルにさ、なんか根を張らしてるキノコみたいにいるらしいもんね、海外とかで。プラント42は獲物を感知すると、ちょうどイカの触手のように獲物にツルを巻きつけて動けなくしてから、ツルの裏についている吸入器官で血を吸うのだ。あ、クリス、血吸われたんだじゃ、さっき。しかも、それなりに知能があるらしく、獲物を得た時や睡眠中は、ツタを扉に絡ませ、外敵の侵入を防いでいる。うわ。すでに数人の職員がその犠牲となった。生きて戻ってきた者の話を総合すると、花弁が開く際に隠されていた部分が露出し、一段と攻撃性が増すらしい。ある者の報告によると、まるで何かを守っているようだという。
そこに何かの秘密があるように思えるのが、だが何分植物の考えることは人間には理解できるものではない。ヘンリー・サートン。何かを守っている植物だと。はぁん。うわ、なんで、なに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 なんでいんの、なんでいんのこいつ。いやカメラむずいな、ここ。ちょっと待って、とりあえず撃とうか。とりあえず撃つけど、カメラむずいな、マジで。とりあえず撃ちまくろう。え、強っ。え、強い。危な、こいつ強いぞ。危な、待てよ。とりあえず撃って。え、強くね。やべ、弾なくなった。マジで言ってる。ショットガンでしょ、ここは。さすがに死ぬでしょ。オッケー、さすがに死んだ。ちょっと、いやー、使わなくていいか。さすがに、ここの部屋にもう一回来ることはないだろう。なんかあんのかな、ここヒントとか。ん？なんか、あ、なんか動かせそうか。あ、動かせられるね。ん？あ、違ったわ、今多分。奥に動かすんだ、今のね。ちょっと一回これもう一回出て、入ってみようか。うわ、なんか血ついてるね。とりあえずもう一回入って、これハンドガンの弾取りに行った方が良さそうな気もするけど、どうなんだろう。あ、 BGM がまたクリスマスっぽい BGM に流れ始めた。ここ多分、あ、違うの。こっから入って動かすのかなって思ったんだけど、え、あ、そっち向きに行けんの。はあ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 、でこうか。よし。え、なになに、ね、なんかあるな、なんかあるな。まだまだ押してみよう。なんかあるよね。地下の入り口？はしご！降りよう。うわ、すげえ！あ！ええー、この演出好き！いや、待って、めちゃめちゃ地下施設みたいなとこ来たんだけど。大水槽、来た！ここに漏れ出してんでしょ。おい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 。ちょっと早いって、心の準備が全くできてないって、うーわ。なんか実家の香りがするぞ。あー、反対側から鍵かかってるパターンか。あ、なんか動かせられるね、これ。関係あんのかな。なんだ、え、なにこれ。なんか扉の前にやって扉開けないようにするのかなって思ったんだけど、うわ、目いっぱいあるな。そんなことしていないもんね。え、いけないな、これ水があるから。なるほど。水を抜かないとダメってことか、もともと。あ、わかった、これ押して入れんじゃね。はいはいはい。え、そういうこともできるのかな。押して入れて足場にするみたいな。お、落とすぞ。うおー、すげえ。これ2個とも入れんでしょ、多分。さあ、押そう。結構長い時間押さなきゃいけないな、これ。あー、これでいけるか。クリス、クリス、ジャンプ、クリス。しない。多分これもう1個入れなきゃいけないパターンだ。おい、お前マジ何やってんだ、本当に。お前特殊部隊じゃないんか。ちょっと疑うわ、本当にクリスのことを。ただのおっさんなんじゃないかなって最近思い始めてきてるね。ここまでやっぱなんか運動神経があるんだろうけど、ないような行動されるとね。さあ、入れたぞ、これで。クリスのなんかその呆然とした感じやめて。いける、いけ、安定感すごっ。おい、クリス絶対いけたって1個で。泳げてか。ほんとにさ、そこら辺のバカゲーの主人公の方がさ、もっと頑張ってるよ。ここは行くんだ、ここは行くんだね。なんか開いちゃうな、嫌な予感すんな。ひっろ、そうでしょ。大水槽か、ここが。うわ、もうなんか絶対か、うわー、やばい、ムービーだ。やばい、武器がない。マグナム撃っちゃうかも。やばすぎない？うわ、サメ来てる、いっぱいいる。やばい、バットガイ、バットガイアートスクールだ。やばいやばいやばい、サメ。おい、バットガイアートスクールの主人公はサメワンパンだぞ。クリス、お前はいけんのか。なんかある、絶対はず、なんか絶対あるはず。ちょっと待って、そこまで行こう。なんか絶対あるはずだから、そこまで行こう。ちょっと待って、落ち着いていこう。こっちは、こっちは、こっちは、こっちは。あーあーあー、制御室、あ、制御室だ。制御室来てるわ。え、なにこれ、なにこれ、こっちは。あ、いけない、いけ、あ、いけた、いけた、いけた。よく開くな、こんな水がいっぱい入ってるところで、扉。サメいたなぁ。USJ みたいだった。やばい、根が来てる。これ根だったのか。これ多分いけないでしょ。ちょっと、お前クリス嫌がっていいんだよ。クリス嫌がって、嫌だよね。俺がこう、こっちへ行かそうとしても嫌がっていいからね、クリス。
これなんで嫌がんないの、絶対嫌だろ。あーこれ奥行きたいけどまだ無理なパターンだろうな。水を抜いたらなんかこの根がなくなったりすんのかな。あのサメがいる限り結構きついな。なんでサメいんの、おかしくないそれ、サメが、いやいやいやおーい頼むよ、どうにかしてくれ。いいって、なんでサメに食われてちょっとお腹痛いですみたいな態度取れんのこいつ、超人すぎるよやっぱり結局。え待って、どうなんだろうこれ、これどうなんだろう、行くべきなんかな。いや多くね数、ちょっと待って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 、奥まで一回行ってみるけど、多分これたまらん村だと思うから。あぶね、超あぶね、超あぶね、なんで生きてんだこれ。あそこ制御室、あ戻ってきちゃったね制御室まで。あれこれどうしようか、あれこれ同じとこぐるぐるしてる、こっち側行ってないね、そういえばなんかあるんだ、あるんだ、ってやべえ血が出た、もっと寄ってくるサメが、もっと大量に寄ってくるかもしれない、200匹くらいいるかもしれないからなサメは。あもうど自分がどこ行ってるのか全く分かんない。じゃあ制御室の鍵をどっかで手に入れてからもう一回来る感じなのかな、ここは。いやーもう来たくないけどな、こんなサメがいっぱいいるところ。まあでもちょっととりあえず帰ろうか、体力大丈夫だっけ、あ元気だ、サメに噛まれたけど俺は元気だ。さあ、あれサメいなくなってない、あ、いるわ、ちゃんといるわ、いて横からサメに噛まれることないですね、まずすげえ緊迫した BGM 流れてるけど意外と余裕あるんだよな。ちょっと待ってこれ何も持たずに走るわ、もうひたすら行け、クリス、いいいいいい、走ってる走ってる、クリス走ってるこれ奥はなんかありそうだな、奥、あぶねえ、奥なんかありそうよ、クリス遠い、クリスが遠い、クリスがない、うわ奥なんもねえ、帰ろう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 、一旦戻る一旦戻る、よし危ねえ。いやこんな地下にあるなんてね誰かさここにさ元々使われてた時さ誰か発見してそうだけどな、コナンがもしここに泊まったら絶対発見してるからね。痛いに生きてる、マジかい、うーわ燃やしとけばよかったって今更後悔、危ねえ、これ強いバージョンだしかも、逃げろ、うわー燃やしとけばよかった、どっちみち来るもんなここ制御室のために、燃やしとけばよかったと後悔してるわ、燃やすべきだね本当に。こっちは何なの、なんか光ってるけど、あマップじゃない、やったやったぜ、マップゲット、地図取りました、壁板に穴が開いている、あ覗き穴か、巨大な蜂の巣が見える、最悪だね、一番最悪なものが見えたな、なんか隣のマンションのなんかね女の子とかが見えたりしたらすごい良かったんだけど、よくねえか、犯罪かやめよう、うわーなんなんこのゲーム、いやちょっとさっきなんかやべえ、蜂がすごいなんか急に増えたら、蜂に追われてます皆さん、やっぱ動物の森要素あんな、動物の森要素あんな、ちょっと一回戻るわ実家に、てかハンドガンの弾欲しいね、ちょっと一回戻ろう、びっくりした、2回目だ同じとこで何やってんだ俺は、同じとこでダメージ食らって死にかけてます、今油断してた、カットしようと思って油断してたあと見てないところはこの奥行ってないね、そういえばここ開くかどうか確認しとくか、あ開くんだ、なんか広場に出そうだなこれ、広場に出そうな感じするよちょっと待って待って待って、初代なんなんさっきからマジで虫ばっかり、うわーい、ここに火つけれない、使えないんだね、いやちょもうド M みたいになってるクリスが、ありがとうございます、ありがとうございます、首絞めてくれて、何回でも奥に行かなきゃいけないんだよ、ここ通るごとにこんな感じなのかなマジで、ちょっと死にそうだな、やばい死にそうだなこれ、回復だけしとくわ、 もったいなマジで前ちょっと奥行こう、ちょっと待って、あの何巨大雲を戦えないってさすがに、俺ハンドガン持ってで、ここは何もないんか、あ役に立ちそうなもんなかったか、そういえば調べたら、あハチが来てる、ハチ撃っとこう、どこ撃ってんの、どこ撃ってんの、ハチ撃って、ナイスナイスナイス、
これはでも蜂撃つのもったいないかな。前回カラス撃ったらカラス撃つのもったいないっていうコメントもらったんだよな。でもカラスを撃つのは俺全くもったいないと思ってないけどね。めちゃめちゃムカついたからあのカラスたちにはね。はい、いっぱい撃っちゃった。やべ、キリねえな。でもよく見たら、待って、こっちはここはいけないのか。そっかそっかそっか。で、これ蜂の巣が見えるだけだけなのこれ。え、なんかできないのかな。なんかできるよね絶対これ。後からはさすがに蜂の巣が見えるだけなわけないもんね。うわー、じゃああの巨大な雲がいたところに行きますよ皆さん。ここまた食らいますよ。なんなんマジで毎回。これ横行ったらダメージ食らわないところなのかな。ここ登れないクリス。登ろうとしれ、しれっておかしいな。登ろうとしろ。なんでお前じゃやっぱドエムなの。おかしいよね絶対に。あんな自ら首絞められに行くって何回も何回も。本当に学習してないのかな。2本歩いたら忘れちゃうのかな。ああ虫いなくなってる。虫ってかあの雲。ハーブ取っとこうか。なんか奥で、あーいるね奥に。恐ろしい。うわー、なんだよ。あー、やばい、女の子の絵だ。水着の女の子。いいてな、なんだよ、かけんなよ。あー、毒だ。最悪だ、マジで。なにこれ、赤いオイルランプだ。火はついていない。ちょっとこれ火つけようよ、じゃあ、マッチで。つけろ。オッケー、つけたよ。赤い光の中に奇妙な影絵が、目のマークだ。何か意味があるのだろうか。目のマーク。おい、なにこの上視点。ちょ、回復だけもらうわ。ありがてぃっす。こいつ倒さなくてよくね。もうでかいだけでしょきっと。これさ、ダメージ食らってるように見えるけど多分毒なだけだから大丈夫なはず。あれから毒食らうんだ。うわー、なんかポスター。優勝者にはラクーンシティの一日所長に。ラクーンシティの所長なんてなりたくねえよ誰も。ちょっと待って、このポスターもちゃんと見れんのかな。やっぱ調べられない、このポスターだけは。うわ、あんなナイスバディの女の子が映ってんのにな。これちょっと待って、上も行けるけど下から行こうか。上やばそうだったし。バーなのかな。あ、ありがたい。使えってことかな。じゃあ使えますわ。うわ、なにこれ、なんだろう今の。あ、回復もあるね。緑のオイルランプ、火はついていない。じゃあつけよっか。これ毒ってさ、前みたいに血栓使わないと無理なのかな。血栓使わないと。奇妙な目だね。同じような目のマークだね。ちょっとなんか前まつげみたいなのがついてたけど。どうしようこれ。あ、わかった。青ハーブがもしかしてさ毒直せんじゃないの。ちょっと待って、これさ毒直さないとやばいんじゃないのってか俺思ったんだけど。寿命で死ぬ。いやー、雲がやべえってマジで。ちょっと俺青ハーブ摂取しに行くわ。なんか嫌な感がする。青ハーブいただきます。あー、むしゃむしゃ食べような。使う。あー、やっぱ治った。そういうことね。急に強気、急に強気なクリスさん。もう一回かかってんだもんね。よし、じゃあちょっと行こっか。ちょっと積極的に倒していこう。回復アイテム持ってないのがちょっと心配ではあるが、まあ大丈夫、ショットガンがあれば大丈夫。こいつ奥のやつはスルー、手前のやつスルーして、で、あ、でここに回復アイテムあったか。そういえばこの本みたいなやつを取りたい。赤い本。ほう、赤本調べる。赤本なんだ。赤い表紙の本だ。中身は全て白紙になってる。特別な使い方でもあるのだろうか。へえ、なんかあんのかね。表紙なんだこれ。拡大できる。うん、拡大機能全く意味ないね。全く分かんないね、拡大しても。なんか実はちょっと書いてあるとかか、横に書いてあるとか、袋閉じあるとか。袋閉じねえか。あのポスターの女の子の袋閉じがあるかもしれないって思ったけど。回復持っときましょうか。これ火ついてるよねまだ。なんだろうねこの目のマーク、ほんとに。まあちょっと上上がりますよ。嫌だけど、ほんとは嫌だけど。おい、バイオハザード初代ついになんかもうゾンビだけじゃなくてエロで釣ってきてるな。クリス、おいクリス、おい、お前クリス、
出てるお前出てるお前出てる出てるお前出てる、俺を喜ぶなクリス、お前吸い付けられてんじゃん。おいお前マジでやめてって、ファンが泣くぞクリス、減ったぞファン今ので絶対。ちょこのここにも火つけるか。うわっ、またなんかまつげが増えたな。目からまつげ生えてんもんな、目からまつげ生えると外やべえもんな。もう何かと吸い付けられてんなクリスが、やだなこんなクリス。うわなんか気持ち悪いよ、気持ち悪いよ。めっちゃ貼ってあんだけどマジで、ポスター、ギターケースだ、中は空のようだ。ここに入って逃亡するか。ゴーンね、それカルロスのビリヤードの弾が置かれてる。うわ絶対これなんかあれだね、234,5,6 並びに意味はなさそうだが、あるって絶対。でもあるけどさ、これさ動かないものだもんね、こういうのって。動いちゃうものだもんね、だからないのかな。行こうか。あ、でもギターここに置いてあんね。クリスギター弾く？ピアノの次はギター弾く？まあとりあえずこれがあるだけと。オッケー。え、だから何なんだろう、目のマーク。いやーマジか。うわー危ねえ、ちょっと待って倒そう。うわ一撃ではないか。うわ強っ、ショットガン3発強よ。マジかこれ、これ燃やせられんのかな。ちょっと一回燃やしてみようか、復活する可能性があるかどうかみたい。あーなさそうか、なさそうだね、ゾンビだけなんだね。うーん、赤い本、そして目の謎のマーク。でも謎を入力するところがないんだよね。あー皿が飾られているだけか。酸で一部が溶けている。あ、酸なんだあれ。え、それだけ？安物ばかり置かれている。そんなこと言わなくていいだろう。それいる？その発言。え、待って待って待って、え、絶対なんかあるはずだよね、本とか。白紙の本どっかに入れたりすんのかな、本棚とかに。行ってない場所ももうないような気もするんだけど。あーこれで塞げんのか。あーそういうことか、ここ、これ塞げんだ。いやド M じゃなかったクリスが、よかった。これで来ないってことだよね多分。はい、来るんかい。なんで、え、なんで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 、あ、ふざけてなかった。痛い、そっちからも来るんかい。ちょっと待ってくれ、最悪だよ、もう最悪だよ。ちょっと待って、もう一個奥へ。あ、来た、入った、入りました、入ったんじゃないこれ。これ乗れる、上上乗れる、上乗れねえし。え、どういうことこれ、あれ、え、もう意味不明な行動じゃない。いたここゾンビいいんだけど、ここの部屋俺入ってなかったわ、マップで見たら。ここ部屋あったんだ、最初に。地下のはしごがあったところの部屋。うわ、なんか光ってる、なんだ。あー何これ、これ以上持ってません、持ってませんが、持てませんが。じゃあ回復を使っちゃおうか。え、今は使う必要が、え、なにこれ、開けんだっけ。あー来た来た、あいたいたいた、よしよし、オッケー、これ使おう、これ使っちゃって、よし、オッケー。でこれ何の鍵だ、やったー、どこの鍵、え、わかんないの。あ、001号室か、ここにあったんだ。お風呂入ってく、クリス、クリスお風呂入ってく。俺は全然いいぞクリスのシャワータイムでも。うん、モザイク薄めで頼むな。さあ帰ってきました、もうお腹痛い状態なんだけど使おう。オッケー、この時はもう必要ない。いやーゾンビいんなよ、ショットガンぶっ放すよ。回復がちょっと多めに欲しい。あ、もういるもんね。え？嘘だろ、もっとお腹痛くなってきた。あ、怖っ、何この部屋。あ、なんか光ってる。え、護身用拳銃、ほう、ある自殺者の遺言。一緒に逃げてきたロバートに化け物の兆候が現れ始めたので仕方なく殺して浴室に入れておいた。
多分これで私が最後の一人だ。淡々としてんなこいつ。なぜこのようになってしまったのか。今となってはこの研究に参加したことが悔やまれる。もはや私が生きてこの館を出ることはないんだろう。準備は終わった。あとは勇気を持つだけだ。悔いは残るが仕方がない。これは化け物になって人間としての自分が消えてしまうぐらいなら自ら幕を。この紙の裏に文字が書かれている。許してくれリンダ。リンダリンダって感じか。え、それで首を吊ったってことか。ここでマジか。なるほど、なんか光ってんな。あ、いいじゃん。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いっぱいあるね玉が。なんかでも降ってきそうなんだけどこいつ。怖いな。待って、ここの本棚とかにさ、この赤い本入れられたりしないかな。古い本棚がある。うん、使えないか。ここで使えないか。まあでもいろいろ試すことは大切だからね。それだけか。ちゃんと見とこう、マップを。あ、こっちにもやっぱ部屋がある。入ろう。こういうとこ見逃しがちだね。マップマジで見るべきだわ。癖つけよう、マップ見る癖。よく磨き込まれた鏡だって。そんなこと言わなくていいんだよクリス。お捨てが溜まっている。またこのパターンかー。てかもう普通にいるし、ね、隣に。絶対生きてるだろこのゾンビ。お、バスタブの中に何かある。そうだよね、沈めたんだもんね。うわ、なんかあんな。え、でかくね、鍵じゃねあれ。違う。マジで東京フレンドパークの景品みたいな鍵あんだけど。これ燃やせるかな。あ、燃やせた。いや、ダメージ食らうんだ。やべやべ死ぬ。やべやべ待って、あぶね。今完全にはめられてた。あぶね、後ろ戻ろうと思ったけど戻れなかった。これ鍵かな。やっぱ鍵だね。いや、めっちゃでかいよこの鍵。ほんとに東京フレンドパークのパシェロみたいな、あのダーツ、最後のダーツで当たるパシェロみたいな大きさなんだけど。最近そういえば東京フレンドパークやってたな。なんかお正月特番みたいな感じのやつで、懐かしいなって思った。まあ、いや、ちょっと一旦部屋戻って回復取ってアイテム減らしてくるわ。さあ戻ってきたぜ。よし、これゲットと。あ、制御室の鍵なんだ。へえ、こんなおもちゃみたいな鍵なんだね、制御室の鍵。じゃああと弾だけ奪っていくか。いやー、でもちょっと絶望の世界だよね。その自らね、命を絶つ人が続出するって。ちょっとこのハンドガンの弾を持ってこう。でもこう抗おうとしたってことだもんな、ハンドガンの弾がいっぱいあるってことは。これちょっと、あ、30発持てんのか。オッケー、この部屋はもう大丈夫かな。大丈夫そうだね。じゃあちょっと行くか、制御室まで。まあでも結構赤い本とか謎は残るけど、多分ね、あの護身用のなんかさ、銃みたいなのあったじゃん。あれに関しては多分ね、あのもうしまったんだけど、あれに関しては多分ただのなんかその銃、ただの銃ってのもおかしいんだけど、なんかのアイテムとかじゃなかった。なんか撃てそうな感じしたし、なんか強い銃だったりするのかな。このまま押すことによってこうなるでしょ。でここに乗って、ここに乗って、で降りるんだよ。はい、これで回避と。はい、ド M 卒業。今日からド S になります。さあ、持ってきたぜ。制御室マラソンだ。よし。行こう。行け行け行け、クリス、クリス行け、クリス、絶対うなずくなよ、ここでは。絶対うなずくなよ。うなずくなって、クリス。クリス、うなずいた暇はない。じゃ、うなずきじゃない、うなずけないわ、これ。何も持ってないとうなずけないんだ、今回は。ちょっとこのまままっすぐだな、確か。確かまっすぐだった気がする。気をつけろ、気をつけろ、クリス。来てるぞ、いっぱい来てるぞ。クリス。かわいいな、なんか、クリス。24時間マラソン走ってほしいもんな。来年の24時間テレビのマラソン、クリスだったら俺、マジ、毎時間見るけどね。さっきだ。ほうほうほう、意外と小さめの制御室。なんか怖いなぁ。ショットガン持っとくか、一応。こっちは。うん。待って。警告灯が非常時であることを示している。そうだな。そうだな。でもそれがずっとついてんじゃないかな、その赤色は。さあ、降りていこう。おぉ、いいお尻。うわ、広い、意外と。うわ、なんか、あー、サメがいることが見える。エラー表示がボタンが出ている。エラーでかっ。こんなエラーって出る。これ絶望感半端なくない。排水時に事故が発生したようだ。
排水行うスイッチがあります。押しますか。押しまーす。はい、サメども。いや怖い。え、やば、ちょっと待って、やばい。安全確保のため、すべてのドアをロックします。は？え、ちょ、10%、やばい、これ割れちゃうってことでしょ？今はそれどころではない、そうだな。何？今調整する必要がない。は？やばい、割れる。どうしたの？あ、ここ。何これ、水圧によって扉がびくともしない。そうだよな、こんなとこ開くわけないもんな。やばいこれ、え、まずくない？これちょっと待って、どうしたらいいんだ。え、これ上から逃げれるのかな。ちょっと待って。あ、これか、耐圧シェルターのこれだ。セーフティーを解除しなければレバーを動かせない。なんだそれは、どこにあんだセーフティーは。これか、セーフティー解除。うん、そう解除した。よしよし、来た。危ねえ、やばい、 50% だ。よし、来た。どう？ああ、よかった。なんで油圧回復後、油圧ってさっきのか。やばい、来てる、待って、来てる。やばい、急なんだよな毎回。このこれか。いや知らない。ちょっと待って、なにこれ、なんかヒントでもあんのかな。やばい、 70% だ。待てよ、落ち着け、ギリギリまで。ちょっと待って、なんかヒントがあるはず、絶対ヒントがあるはず。いや、なさそう。いや、浮き輪でいこう。待てよ、2番。どうだ、やばい、3番。おーい、逆。待て、え、回復してる。待て、間に合え、やばい、間に合え、クリス行け。え、なんでまたセーフティー。ちょっとこのシステム終わってるって。よし、間に合え、行け、降りろ、行け。よーし、あぶねえ。あー、よかった、よかった、マジで。やめて、割らないでよ、絶対。3番のバルブ油圧を開けること書いてあった、ここに。誰が見るんで、今はそれどころではないって。いや、すべての行動制限されてんだけど。もう、クリスかわいそう。セーフティーを解除した。うん、あとは手動で操作。うん、これで排水来ないのかな。あー、来た。サメども、よくも俺をビビらせてくれたな。排水完了したようだ。あー、汚かった。汚い排水、水と同時に全部。何も言うことがないです、ごめんなさい。サメさん、怖かったです。はい、さあ、オッケー、地図取った。まあこれ別に地図取らなくていいほど俺は探検したけどね。さあ、来た、救急箱。オッケー、で奥行こっか。ここが開くはずだよね。開いたところでこんなとこ降りたくないけどな。おお、レバーとかじゃないんだ。うわ、すごい。なんか、あ、これさっきのとこ繋がってるのか。ここショートカットじゃない。え、これどこ。これどこ。ショートカットかなって思ったんだけど。え、新しい場所だ。初めまして、初見です。これは何、これ何、今の何だろう、今の。あ、なんか上がれるな。はあはあ、まるでゴミ置き場のようだ。こっち行くべきなんかな。あ、わかった。さっきの逆側が多分ショートカットだったんだろうな。なんか今のアイテムちょっと取りたい欲はあるんだけど、なんだろうな、今の。今まで見たことないやつだったね。待てよ。あ、なんだ、広いな。あ、いける、こっちも。やべ、わかんない。ショートカットかと思いきや違うかもしれない。どこですか、ここは。B2 だ。大水槽の B2 か。うわ、すごいけん。うわぁ！本当にバッドガイアートスクールみたいになってきたな。クリス、こいつを持ち上げよう。そして、みんなが泳ぐ25メートルプールに入れよう。それで俺たちの自由はもらえる。ここにもいんな。でかっ。いや、すごい。クリスがすごい。
USJ みたいだ、まるで USJ で写真を撮るところみたいだ、まるで。あ、なんか操作できそう。電源入っていない。ほう、何回調べんだ俺。え、何？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 何？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 どうしたのクリス？何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 ？なんか落ちてったな。あ、レバー下ろしますか。はい。あ、大丈夫？すごいビリビリしてるけど、今にも感電しそうだ。水に落とすことができれば。なるほどね。押せ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 。いてぇ。今にも感電しそう。感電してる、してます。クリスさん、レバー上げてから押して。なるほどね。でもそれって効果あんのかな。押して入れる、でレバーを下げると。よっしゃ、俺のもんだ。いや、クリス、お前真顔で見てんな。なんでそんな無反応できんの。いや、怖っ。でかいにも程があるな。でもこいつ殺したからって言って、あ、なんかアイテムがあんだ。うわー、欲しい欲しいけど、これ捨てるものがね、捨てるところがない、いいお肉です。何の鍵だろうな。ピクピクしてる。これ感電してんじゃないの、まだ。なんでクリス平気なの。急に感電耐性上がってんじゃん、めちゃめちゃ。どうしたん、こいつは。何なの、ただ脅かしように。ちょっと待ってよ、一回じゃあ、うわー、迷うなこれ。でもちょっと一回戻りたいんだけどな、俺的には。逆側のとこ、あれ戻れるのかな。ここは何なの。ダイナマイトと書かれた資材がある。あー、使い物になんない。あ、ショットガンの弾か。いっぱいあるね。ダイナマイト持ってこうぜ。乾かしたら絶対いつか使える時来るって。さあ、これちょっと登ってみようか。どこ行けるかな。あれ、ここから来たっけ。え、違うよね。ここから来てないよね。あ、やっぱショートカットだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ一旦アイテム入れに行こうかな。さあ、ただいまと。ね、地味にね、1日経ったね。現実時間でね。ちょっと途中で撮影中断して、やることやってから1日経ちました。え、なんだ。あ、これマグナムの弾なんだ。あ、6発入ってる。へえ、マグナム使ってけってことなのかな。待てよ、1日経って何をするべきなのかを忘れてしまったんだけど、あ、そうだね、前回確か鍵を取れなかったんだよね。だからその鍵取りに行こうか。なんかサメがいるところの鍵だよね。地味にね、カットの間に中身も整理してきました、持ち物も。さあ、で、この鍵だね。この鍵を取ると。あー、これはどこの鍵なんだろう。調べたらまた見れるかな。え、入ってない。あ、ギャラリーの鍵か。オッケー。そういえばギャラリーの鍵まだ手に入れてなかったよね。ギャラリーの鍵を使うと。使った。この鍵はもう必要ない。オッケー。さあ、何が待ってる中には。またなんかこれ地下施設への道とかがありそうな気もするけど。うわー、ギャラリーだ。すげえちゃんとしてる。これ宿にこんなあるってすごくない。棚には古い書状が並んでいる。市や軍から受賞されたものが多い。すごいなあ。蜂がいる蜂がいる蜂がいる。あ、でも003の部屋があるよ。開かない。003の部屋ね。うわ、なんか奥いない。ゾンビ、これ何。ゾンビだよね、完全に。クリストに顔を歪めた死体がある。何か持っている。殺虫スプレー。うわ、痛い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 。絶対こいつらに使うだろう。今すぐ使え、クリス。今すぐ、やばい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 。ここで使うんじゃないか。これ以上進むの危険だ。ここで使うだろう絶対。わかった、あの横の切れ目からやるんだ。切れ目から。なるほどね。これちなみに、こっちはどっち？こっちはどっち？向こう側から押さえられてる。うわぁ、これ絶対あれじゃん。植物によって押さえられてるでしょ。あとここに、見たこともない実験器具。あれ、ハンドガンの弾みたいなのなかった？あれ、見たこともない実験器具しかないの？あ、やっぱあるよね。まあでも15発だから、まあいい。一旦ちょっと殺虫するわ。いやぁ、ちょっとなんか虫もう出てこないでほしい。ちょっともう、なんでこんなに虫出したいの、バイオハザード初代は。こっからだろ絶対。殺虫剤使う。
来た。恨みあるわ、相当恨みあるわこれ。クリスもだよな。よかったよかった。クリス相当恨みあったね。あ、なくなっちゃった、もう殺虫剤。いやー今のよかったな。今までの日頃の恨みを全部やってやったな。ゾンビとかには効かないのかな、殺虫剤は。虫じゃないから効かないのかな。なんかこれハンドガンの弾取りたいけど、あ、なんかある。うわーこれドアのロック、あーこれ目のマークだ。あーなるほどね、これ向こうのやつからだね。はんはんはん、なるほどね。なんかビリヤードの弾と一致してる感じなのかな、もしかして色と。まあや、とりあえずありがとうな、殺虫剤くれて。でも怖いから燃やしとこうか一応。あー燃やさなくていい、よかった。俺も本当は燃やしたくなかったんだよ。すげえかゆがめてんな本当に。待って、赤いハーブはちょっと一旦いいや。これなんかあるでしょ絶対。はい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 、鍵ね。3番の鍵かな、多分3番。やっぱりね。うわーやーば、何があったの。蜂に刺されたってことか。やっぱ動物の森要素あんだ。怒ってくると任天堂が。動物の森要素ありませんよそれ。よし開けた。さあ3番入ってみよう。なんか書いてあんな、なんか手裏剣みたいなマーク書いてあるけど。あーなんかまた広そうな感じするマップ見ます。あそうでもない。あタイプライター、実家、ミニ実家だ。あミニ実家だなこれ、ミニ実家。いや実家とは呼べない、これは実家とは呼べん。木が生い茂っている、巨大な植物が壁を突き破っている。うわーもうやだよー、また虫だよー。あ待って、ここ赤い本、これ絶対白い本を抜いて赤い本入れんでしょこれ。タイラントウイルスに感染して、タイラント、異常成長した植物の細胞にいくつかの共通の性質が見られるのは前回のレポートで述べた通りである。しかしこれらの実験を繰り返すうちに今回さらに興味深い事実が明らかになった。それは私たちがあの実験で使用した UMB 系の薬品の一つである UMB ナンバー20にこれら植物の細胞を急速に死滅させる成分が含まれていることである。UMB ナンバー20、私たちはこの UMB ナンバー20を V ジョルトと名付けた。計算ではプラント42の場合、根に直接 V ジョルトをかければ全体が死滅するのに5秒もかからない。おめっちゃいいじゃんそれ。生成は VP 系と UMB 系の薬品をいくつかの法則に従って混合すればいいのだが、 UMB 系の特徴として有毒性ガスを発生する恐れがあるので取り扱いには十分な注意が必要である。なるほど。UMBあー20、あー茶色になればいいってことなのかなこれ。なんかなるほど、覚えとこう。ここに絶対赤い本刺すよね、隙間が気になるな。なクリス、隙間が気になっているのに赤い本を入れようっては思いつかないんだ、やべえぞお前。これタイプライターしかない感じか。あ待って、これインクリボンじゃね、ありがたいインクリボン。えこれボックスはないの、何このさ中途半端な実家。こんな実家もうやだよ俺。さあセーブ完了。じゃあちょっと待てよ、このさこっち側も部屋あるよね。こっちはなんだっけ、ここにボックスないか。赤い本もボックスに入ってんだよな。あーまたお風呂だ、お水が溜まっている。せを抜きますか、抜け抜け。まあお水ってかもうそこ見えてるけどね。お水が溜まっている、入りますか、だったら面白かったのにな。あバスタブの中に何かある、やばいなぁ視点が。えダガーナイフ、ダガ使わない、ダガーナイフ縛りでお送りしております。全く縛れてないけどね、いっぱいいっぱい使ってるけどね。アンブレラの製品ばかりだ、へえ。まあ、それだけかな、何もない感じかな。オッケー、じゃあ戻ろう。よし、これじゃあ一回ボックスまで戻って赤い本取ってこようか。赤い本取って、あの目のさランプの暗号もうちょっとは覚えてくるわ。さあ持ってきたぜ。待てよ、お操作する。これがね、多分ね、オレンジだね。でオレンジのビリヤードは3、これが3、すごいな。で次これが緑、あもう書いてあるんだ、めっちゃ簡単じゃんこれ。じゃあ緑は6、
オッケー。で、これが、まあ、赤。まあ、ピンクだけど、これどう見ても。赤は、赤？あ、待って、間違えたわ。間違えました、皆さん。これ3じゃないわ。これ5だね。5で、6で、これが3だ。きたー！お見通しだぜ、クリス。やったな。クリスやったな。よかったよかった。嬉しい、喜んでんな。謎解けて喜んでるわ。さあ、ここはなんだ一体。何が待ってんだ？あ？なんか薬品が並んでる。あー、これを使って、その、枯らすやつを作るってことか。どうやって？薬品の専門的な知識がないので、空き瓶も取っていっても意味がない。ほう。専門的な知識ないの？クリス。1たす3は4、4たす6は10、1たす6は7。これ何これ？めちゃめちゃ普通の数式書かれてるけど。え？空き瓶取っていっても意味がない。赤1、あー、水1赤、あー、そういうの足していくんだ。でも知識ないんだよ、クリスは。まあいや、ちょっと一旦じゃあ、赤い本のとこ行くか。知識ないから、クリスは。なんか誰かにやってもらうのかな、もしかして。クリスがやるわけじゃなくて。そういうこと？あー、待って、こっちだったっけな。こっちだ。じゃあ、ここに入れますよ。赤い本使う。きたー！背拍子が何かの模様になってるようだ。あー、そういうパターンか。うわ。え？どういうこと？どう入れ替えんの？これどう、いや、難しいなぁ。ちょっと足から順番に入れ替えてこう。本入れ替えますか？いっぱい入れ替えるでしょ。この足多分こっちの方でしょ。多分最後だと思うな、一番。こういう感じ、ちょっとずつやっていくしかないよね。あ、なんかいい感じになったよ。おぉ、いたー。いたー。やった、何だったんだろう、今の本。どういうシステム？すげえ不便だけど。こっちは何なんだろう、一体。うわっ、ちょっ、あ、なんでいんの？そこにいたの？ギャラリーに？すぐそばにいたじゃん。なんでいんだよ、レベッカ。お前、悪だろ、絶対。地下にこいつの根っこがある。それを、でも、そのファイルを持ってけ。こいつを倒す薬の作り方が書いてある。それで根っこを急げ。これまさかレベッカ操作するのか、俺。うわ、マジか。俺これレベッカ操作するんだ。え、レベッカは持ってんの、その知識を。え、クリスずっとあそこで。普通に。ちょっと待て待て、レッドハーブも一応持ってくか。レッドハーブの効果ってなんだっけな。すげえ変わるんだ、操作キャラ。よし、まあゆっくりのんびりしてこうな、レベッカ。のんびりしてこう。のんびり、そうだな、のんびりでいいな。のんびりで大丈夫だから。うん、ちょっと待ってよ。多分ここで調合するんだろうね。クリスは大丈夫だから、特殊部隊だからね。待って、だって待ってよ、ここで多分、あ、ほら、できる。何か必要だ。はい、空き瓶。なんで知識があんだ、レベッカには。一体何者なんだ。で、ちょっと待ってよ。まず多分これだよね。水1、赤3、紫4、黄色6で入れればなんじゃないのかな。そんな簡単な話じゃないのかな。一回やってみるか。水入れよう、まず。あ、違う違う、空き瓶じゃない、水。あ、水空き瓶入れますか。はい、水取りました。水1。でも1とかの概念あんのかな、これ。赤3。あ、赤 3？ 赤 3？ ナンバー3。あ、入れも必要なんだ。え、どういうこと？空き瓶取って別々に入れていくってこと？取りますか。はい、取った。どういうこと？どっかの機械でやんのかな。イエロー取っとくか。取った。あと、え、全部取れたのか、これで。イエロー、水、紫がないね。多分これちょっとレッドファーブいらなかったな。使っちゃおう。あ、やばい。うわ、これどうしよう。しまえないし。どうしたらいいの、レベッカの場合。実家使えんのか、レベッカ。多分、今の空き瓶もう一個持ってかなきゃいけないんだよね。いやー、レッドファーブ取らなきゃよかった。
ちょ、一回実家帰ってみるか。ただいま。ちょっと思ったんだけど、帰ってる途中に。これさ、もしかしてさ、組み合わせられるんじゃねって思ったの。なんなんだろうね。紫を作らなきゃいけないのかな、とりあえず。紫4。1たす3は4。1、ナンバー1。ちょっと待って、これ順番にやっていくのかな、ナンバー3。あ、で、水が、あ、じゃあ赤と、あれだ、赤と、待ってよ、組み合わせる。来た、紫で、ナンバー4でしょ。で、次に、紫だから、4たす6は10。6! ナンバー6は？あ、イエローだ。待ってよ、取らなくていいけどな、別に。別に取らなくていいけどな。こいつら組み合わせんだ。組み合わせて、うん、あ、いいよ、オレンジ。こんな色の液体飲みたくない。飲まないか、別に。もう飲むって感じがしちゃってる。で、1たす6は7。1、水。水必要。入れて、で、これを組み合わせるでしょ？ OK！ 7。なんだ、この、調合。これ、絶対クリスでもできたって。10たす7は17。10たす7します。おお、こんな色になるんだ、ここに来て。原点回帰感だ。そして、17たす3。17たす3だから、3はこれかな？ 3 これだったかな？ 3、OK。はいはいはい。で、こいつらを組み合わせると、茶色になると、完成だ。結構。なるほど、そういうことだったんだね。よし、じゃあ、これを、使いに行くと、弱らせに行くと。多分俺の予想だけど、うわ、いる、サメが。やばすぎ。ここのことだよね、多分。根が張ってるところって。いや、今の間もクリスはずっと、捕まってるわけか。なんかおもろいな、その状況。ここだよね、きっと。根が張ってるところ。いや、よくいけるな、レベッカも。何もんなん？インスタの写真とか撮りそうなんだけど、普通にレベッカ、ここで。インスタグラマーだったりすんのかな？これ使ってみるよ、一回。使えるか？あ、使えた！おぉ！弱ったんか、これで。死んだんか？あ、死んだんか？もう美は必要ないようだ。捨てますか？はい。捨てた。おぉ、全部捨ててる。どこに捨てたんだろう。はい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 。壊れて使えない。ここが伏線だったんだね。あ？何ね、今の。何今の意味深な。私枯らしちゃったけど大丈夫かなみたいな。うわあ、ここになんだ。役に立つ衛星用意。おい、そんな言い方すんな。これはレベッカとクリスの愛の物語だぞ。ジル、誰それ。俺はレベッカに夢中なんだ。なるほどな。まあそうだよな、そんな簡単にはいかないよな、戦いスタートが。ちょっと待てよ、これ。マグナムとか使った方がいいのかな。いやー、いいぜ。道具上がってみるか、一回。回復一個持ってないんだけど、大丈夫かな、そこのところ。何をすればいいんだい、ここは、一体。うわ、危ねえ、危ねえ、痛い。なんだ、これ。一回撃ってみる。ダメージ入ってる、これ。うわ、待てよ、これ、上行った方が良さそう。回復ないか、どっかに。危ねえ。一応撃ってみてるけど、やばい。サンがやばい、サンがやばい、死にかけてる。待てよ、回復アイテムなんかない？いや、こんな急に戦闘始まると思ってないからさ。でも死んだらこれ最初からだぞ。出れないよな。ドア開かなくなってんのか。ワンチャンレベッカに閉じられてる説あんの。今無駄に撃ったな。ちょっと待って、回復アイテムない、どっかになって。ないか、なさそう。戦い方とかあんのかな、これ。まあ、とりあえず撃ちまくればいいのかな、避けて。バイクさえあればな。待てよ待てよ待てよ。ダメージ入ってる、ダメージ入ってる、これ。ダメージ入ってる、これ。あ、今だな、多分今だね。うわー、痛い。クリス、よく生きてた。今の死ぬけどな、普通に。やばい、死ぬ。待って、しかもねえし、弾。どうしよう、なんてこった。死にとうないよ、俺。これいつからやり直しだよ、本当に。死んだら、もし死んだら。おお、マグナム強っ。どうした、どうした、やった。スリルガーデニング、おい。
そんな緊張感のないトロフィーやめちまえ。俺マジ死にかけたんだぞ、クリスは。見た今の訴えかけてる顔。ほら、いろんなカメラで俺に訴えかけてくる。ポキさんもう無理っすって。ポキさんもう僕無理っすって。レベッカの膝枕受けたいっすって。ずっと言ってるよ。あ、なんか光ってた。なんだこれ。館の鍵だ。いやーもう死ぬ。何館の鍵って。兜？あ、兜？あの普通に？あの本拠地の兜ってことか。戻んのか一回。こっちは開かないの？どう開かなくなってんだ。ちょっとレベッカに会いたいよ。まあでもこれボス戦だったのかな一応。倒したってことでいいのかな？あ、来てくれた。無事でしたか？危なかった。根っこをやられて奴はくたばった。オンに切る。うん、ありがとう。まあ俺が操作する。役に立ててよかった。うん、レベッカ、ありがとう。お、いい、よく言った。クリス、これリチャードの通信機です。え？さっきブラッドから通信があって。うん。まだ上空にいるみたいですが、こっちからは通じなくて。わかった。俺が預かっとく。なんとかこっちの状況を知らせないとな。そうだな。さっき見つけた製薬室でまだ何かを作れそうなので、うん、私はそこに行ってますね。マジで？でも本当に無事でよかった。好き。なんかドンキーコングみたいな顔してない？クリス、え、すごいね。何作ってんだろう。ちょっと覗いてみようかな。ダメなのかな、やっぱりこれ鶴の恩返し的な感じで覗いちゃダメなのかな。回復作ってくれてない？回復してもらいたい。あ、取り込み中。この部屋、いろんな薬品が揃ってますから、うん、大抵の傷は治せますよ。よかったら手当てします。する。する。ありがとう。ああ、頼む。え、心も体も癒してくれ。やったー、レベッカに治療してもらった。嬉しい。助かった。いや、なんでだよ。なんで左腕なんだよ。それにしてもここにあるのは、うん、ほとんどアンブレラの薬ですね。あ、そうなんだ。アンブレラ。ええ。ラクーンシティにある大手の製薬会社ですよ。いや、知らないんかい。あらゆる種類の薬を作ってて。クリス知らないの？これらもその一部です。初代だから説明してくれてんのか。でも大手の製薬会社を知らない特殊部隊員でもなんかいろいろ矛盾してるけどな、それは。やった、ありがとう、回復してもらった。レベッカありがとうね。気をつけてください。はい、ありがとう。ムービー短、たまにあんな短いムービー。一緒に行動しようぜ、レベッカ。なんで一人行動なのこれ。本当は嫌いなんだろ俺のこと。お、え、あ、ウェスカ、ウェスカ、グリス、無事だった。それはこっちのセリフだ。なんでお前いいんだよここに。一緒じゃないのか。うん、すまない。え、はぐれてしまう。何やってんだお前。サングラスのせいだろそれ。暗いから見えてないんだろ。とにかく奴らの餌になる前にここを脱出しないと。うん、どうするウエスカ。何よりまず現状を把握することだ。館の中でまだ調べてない場所があるはずだ。なるほどね。クリス、お前はもう一度館を調べろ。私はここの調査を続ける。こっち？お前こっちやんの？いや、あのアイテムありがとな。でも一緒に行動しようよ。あいつなんでこんな行動早いの。ここでなんか撃つ要素あった？あ、動物の森みたいに踏んだな今。ちょっと今回のパート長くなってしまいましたね。本当に長くなってしまった。止まらないね、バイオハザード初代面白すぎて。よし、じゃあ一旦ここでセーブして終わりましょうかね。よし、じゃあセーブ終わったということで。いや面白すぎる。次回館に再び戻りたいと思います。そしてこの兜の鍵を使ってね、新しいところへと進んでいきましょう。ということでポッキーでした。レベッカとウェスカーと3人で行動した方がいいと思うけどね。クリスは1人が似合うってことでやっていきましょう、また次回も。ということでポッキーでした。じゃあ